シュワルツァー君、率直に言ってこれ以上ことを荒立てたくはないのだよ。もともと我々がことを起こしたのは最小閣下のやり方があまりに理不尽だったからだ。陛下からの信任をいいことに、伝統と慣習を軽んじ、帝国の全てを意のままに作り変えんとする傲慢さ、君たちも感じていたのではないかね。それは。だが、諸悪の根源は消えた。時計の針を少し戻すだけで、エレボニアは古き良き伝統を取り戻すことができる。あとは残った者同士がわだかまりを捨てて手を取り合うだけ。そうは思わないかね。とても思えません。あれだけのことをしておいて、このまま済むとでも。帝都占領に皇族の方々の幽閉、市民全員を人質に取っているも当然だ。その上、ガレリア要塞を消滅させた敵国と背後で密約を結んでいる。少なくとも残った帝国正規軍が黙っているはずがないでしょう。皇族の方々は丁重に保護しているだけなのだが、しかしだからこそ君にも力を貸してもらいたいのだよ。青の鬼神に灰の鬼神、帝国に伝わる大いなる騎士、この2機が揃えば貴族連合は気候兵部隊と合わせて正規軍の気候師団を圧倒できよう。このままいたずらに戦を長引かせるよりよほどいいとは思わないかね。そんな単純にいくわけ。いや、気候兵という存在が戦場に登場した意味は絶大だ。火力と装甲は主力戦車に劣るものの、それを補えるだけの機動力と汎用性、そしてそれ以上に重要なのは人々に与える心理的なインパクトだろう。それは我々が人である以上、人型の巨大な何かには惹かれ、あるいは恐れずにはいられない。ならばその気候兵の元になった伝説の存在なら、クロウの青の鬼神や君の灰の鬼神ならなおさらでしょうね。ま、否定はしないぜ。今一度言おう。ギリアス・オズボーンは去った。あとは速やかに内戦を終結させ、あるべき秩序を取り戻すだけなのだ。そうすれば全てが戻ってくる。君たちの学院生活も、妹子や皇女殿下の平穏な日々もね。あなたたちは二人の安全は保証しよう。たとえ君がどんな選択をしても。閣下、それに関してだけはこの場で確約をいただきます。もちろんだとも。ルーファスさん、敬意はどうあれ、いまだ私は士官学院の理事でもある。その立場から言わせてもらうが、
今は冷静に状況を見極めることだ。そして答えを出してみたまえ。この先何のために君が剣と力を振るうのかを。あとは速やかに内戦を終結させ、あるべき秩序を取り戻すだけなのだ。そうすれば、すべてが戻ってくる。君たちの学院生活も、妹や皇女殿下の平穏な日々もね。今は冷静に状況を見極めることだ。そして答えを出してみたまえ。この先何のために君が剣と力を振るうのかを。悩んでるみてえだな。そんな顔をするなって。お前のことだからクソ真面目にあれこれ考えてるかと思ったが、案の定だったみてえだな。人気者は辛いってやつだ。お前が仲間になってくれりゃ、そのあたりの負担も半分にできる。というわけで、迷ってないでとっとと決めちまえよ。飯だよ、飯。ちょっとばかり早いが、早めのランチとしようぜ。なんだ？そういうのが好みか？だったらコックに頼んでちゃっちゃと用意させるか。おお、食え食え。フィッシュバーガーってやつだな。なかなかいけるだろ。
お気に召したようで何よりだ。久々に厨房で腕を振るった甲斐があったぜ。ま、さすがにシャロンさんの足元にも及ばないけどな。俺の故郷、ジュライのソウルフードみたいなもんだ。帝国解放戦線リーダー C、 いいえ、旧ジュライ四国出身、クローアームブラスト。そういや、ビータのやつが妙な実況をしたみてえだが、ちょうどやり取りを見ていたのか。偶然にもな、街並みも結構変わっちまったから少しばかり戸惑ったが、懐かしかったのは確かだぜ。野郎の過去なんか詮索したって面白くねえだろ。そういうのは七組の中の気になる子くらいにしとけよ。アリサか、ラウラか、委員長ちゃんにフィーあたりか。おっと、まさかミリアムってことは。言っておくが、そんな大層な話じゃねえぞ。お前の過去に比べりゃこんなもんかっていうくらいの平凡でささやかな昔話。それでもいいのかよ。ったく、ま、よくある話さ。歴史の教科書あたりにはそれこそいくらでもありそうな、そのまま忘れ去られちまってもおかしくないような話だ。ジュライ四国、ゼムリア大陸の北西沿岸部に位置し、帝国西部ノーザンブリア、レミフェリアとの海上交易で繁栄してきた都市国家。人口は15万人程度、規模としてはささやかなもんだ。その分周辺国から絡まれもせず適当にうまくやってきた、そんな幸運な都市国家だった。20年くらい前まではノーザンブリア大公国で起きた国土が潮に侵食される異変、通称ノーザンブリア異変以来、北西沿岸の交易は大幅に縮小した。それなりに豊かだったジュライも目に見えて衰退を始めていった。それでも歴史のある町並みやら北海の漁業資源なんかがあったし、七曜石の鉱山もあったからな。そういったものを有効活用しながら隣国のノーザンブリアを支援しつつ、徐々に交易権の回復を狙う。それが俺のおじいさん、当時のジュライ市長の考えだった。ジュライ四国最後の市長、頑固だが茶目っ気もあって市民の誰からも慕われていた老人。早くに両親を亡くしていた俺にとっては唯一の肉親で、いろいろなことを教えてくれた師匠とも言える存在だった。
お前の老師と同じようにな。10年前のことだ。もう一つの隣国、エレボニア帝国の政府がある一つの提案をしてきた。帝都からの鉄道網を延長して従来まで直接通すってな。もともと海運中心の町だったが、巨大な帝都と鉄路でつながれれば新たな活路も十分見出せる。市議会の賛成に押し切られて、じいさんは結局その提案を飲んだ。わずか1年で四国は息を吹き返し、町はかつてないにぎわいを見せていった。だがそれは巨大な帝国資本が従来に流れ込むのと同義だった。四国の土地や建物は買い漁られ、あらゆるものが投資の対象となり、誰もがミラ儲けに沸く。クロスベルでも起きていたらしいが、従来では対抗勢力が存在しなかった。じいさんは危機感を覚え、いろいろと対策しようとしていたらしい。そんな中、従来への鉄道路線が何者かに爆破された。一刻も早い復旧が叫ばれる中、帝国政府がそれに待ったをかけた。従来はあまりにも安全保障体制が脆弱、帝国資本も全て引き上げる。誰もが騒然となり、関連株は暴落し、犯人もわからぬまま四国は混乱した。そんな中、奴が就任3年目の帝国政府代表ギリアス・オズボーン宰相が従来に直接乗り込んできたんだ。そしてこんな提案をしてきた。鉄道復旧と今後の警備は帝国正規軍が全て受け持とう。代わりに従来は栄えある帝国の一員となり、今後は経済特区としてさらなる発展を遂げてもらいたい。よくよく考えりゃ、あまりにタイミングが良すぎる提案だ。当然じいさんは警戒して様々な対抗策を打ち出そうとした。だが一度味わった繁栄の果実は忘れられないのが人間ってもんだ。有力商人が多かった市議会はその提案に真っ先に飛びついて、関税撤廃やら特区としての税制優遇やらをちらつかされて、市民の多くもその気になっていった。そんな中だった、じいさんに鉄道爆破事件の容疑がかけられたのは。従来の伝統を誰よりも愛し、市民の誰からも慕われていた老市長だが、市議会からは糾弾を受け、踊らされた市民の一部からはそしられ、そうしてじいさんは市長を辞職し、従来の帝国への帰属が決定した。じいさんが辞めたその日のうちに、ちょうど8年前のことだ。じいさんが悪くないのは誰もが分かっていた。鉄道爆破を仕掛けたのが本当は誰だったのかも。だが皆で見て見ぬふりをしたってわけだな。よくある話だろ。ああ、ぽっくり言っちまったよ。市長を辞めてから鉄道爆破の件は結局うやむやになっちまってな。楽隠居を決め込んでから半年後に体を壊して、あっという間だった。まあなんつうか糸が切れちまったんだろうな。さっきも言ったが、
早くに両親を亡くした俺にとって肉親と言えるのはじいさんだけだった。ダチや知り合いは多かったが、全部捨てて13でジュライを去った。各地を流れ、いろいろと手を染める中、海縁のおっさんと知り合った。ま、スポンサーってやつだ。そして同じようにはみ出しちまった連中を集めて、16の時に帝国解放戦線を作った。ギデオン、スカーレット、バルカンとはその時以来の知り合いってわけだ。そんな中、カイエンのところに出入りしていたビータに導かれて、カイとオルディスの地下に眠っていた青の鬼神オルディーネと開口した。お前とは違って、たった一人で似たような試練をくぐり抜けて、そして青のライザーとして認められた。それが3年前のことだ。そして全ての準備を終えてから、自分の経歴を完璧に偽装して、俺は帝都にほど近い大帝ゆかりの士官学院に入学した。全ては計画のために、鉄血の首を取るために。おいおい、立場が逆だろ。どうしてお前がそこまでへこんでやがるんだ。ったく、別に鉄血の野郎が悪だというつもりはねえ。ただまあ、じいさんが奴にしてやられたのは確かだ。じいさんの仕込みでチェスやらカードゲームは得意だったからな。そうなると弟子としては師匠の仇を討ちたくなるってもんだろ。帝国に存在する歪み、それを鉄血が拡大してるのは確かだった。それらを見極め、最大限に状況を利用し、乾坤一擲の一撃でゲームを制する。ジュライが今平穏であるのを考えると、勝負ごとの後始末、内戦を終了させて帝国に平穏を取り戻す必要もあるだろう。だからそこまでが俺の勝負ってやつだ。お前が俺に引きずられる必要はねえ。ルーファスの旦那も言ってたが、何のために剣と力を振るうのか、ちゃんと、何よりもお前自身のために。さてと、長いしちまったな。一応お前は客人扱いだ。お偉方も帝都に戻る頃合いだし、せいぜい好きに過ごすといいだろう。
わざわざ見張りはつけねえから、脱出したけりゃ勝手にするといい。ただし、俺はもちろんだが、結社に西風の連中、バルカンにスカーレットまでいる。全員を振り切れればの話だがな。そうそう、2階の主賓室にはとびきり可愛いゲストもいる。訪ねてやったら喜ぶだろうから、せいぜい顔を出してやるといい。ま、他の子に焼かれない程度にな。
やあ、リンシュバルツァン。君と同じくこの館の客人だからね。ちょうどの趣味は悪くないし、酒や料理もさすがに極上。楽しめるものは楽しむ主義でね。ま、一杯付き合いたまえ。少し話をしようじゃないか。世間を騒がす大怪盗と差しで話せる機会などめったにあることではあるね。皇族でありながら、あそこまでシャレのわかる人間はそうそういるものではないだろう。そして美に対するこだわりと愛についての決定的な相違。私を刺激してやまない人物の一人だよ。あの壮麗な空中都市は君にも見せてやりたかった。これまでの常識が一変するのは間違いなかっただろうからね。というように怪盗は物を盗むだけではないのだよ。君の時間、そして興味を盗ませてもらった次第だ。もしかすると心もかな。開演校あたりはできれば味方に引き入れたいと思っているのだろう。王子はかの鉄血宰相を日頃から警戒していたと聞く。だが内戦が始まって以来、王子の行方は用として知れない。赤き翼と共にいるのはまず間違いないとは思うが、だが帝国の大貴族とは元来そういうものだろう。かの獅子戦役とて各地の大貴族が継承者候補を乱立させて始まった内乱だ。後から挙兵し平定したドライケルステイはその限りではなかったようだが、その意味では王子もかの獅子神皇帝を気取ろうとしているのかな。そのうちの一つが士官学院に新たな風を巻き起こすことだった。正直ためらいはしたのだが、それでも我々は君たちにかけてみた。帝国が抱えるさまざまな壁を乗り越える光となり得ること。それは頂上。君がどの道を選ぶか知らないが、味方となるなら歓迎しよう。灰の乗り手としての君ももちろん興味深いが、何よりもその鬼の力。なや、入ってくるがいい。
やっぱりボンか。まあ座るがいい。バーボンというわけにはいかないか。ここが戦場なら別に容赦はせえへんけど、殺し合った次の日に相手と酒場で出くわすなんてザラやろ。ここを戦場にしたいのならばこちらも応じるまでだが。なんや弱気やん。フィーも勝っとるみたいやし謙遜しなくてもいいんやで。あの鬼神とやらを使えば十分勝負にはなるだろう。それでも負けるつもりはない。なるほどな。しかしエリート揃いの学校で学年72位とはフィーも頑張ったもんやで。しかも周りより年下の身でだからな。団長もおっしゃっていた通り、やればできるこというわけだ。ああほんまにな。演芸部なんかにも入って少しはおしとやかにも。ってそっちの方はあんま変わってへんかったが。まあこれからだろう。そのあたりもフィーから聞いてたんか。うむ、思ってる以上に懐かれてるみたいやな。まさかとは思うが、手を出すような真似はしていないだろうな。能给我闭嘴，奥巴马。それは色々あってな。悪いがそれについてはボンに言うわけにはいかんわ。いずれフィー自身にはきちんと話すことになるだろう。そっとしておいてくれ。覚えておこう。ところで本当に手を出してはいないな。そこのところどうなんや。あ？
灰の小僧か。そういや、同じ場所に泊まってたんだったな。で、なんだよ。お前が貴族連合に入ろうが、俺には何の関係もねえぞ。ひょっとしてお前、混じってやがるな。ったく、めんどくせえな。で、なんだ？俺に聞きたいことってのは。混じるってのはあくまで感覚的なもんだ。俺とお前じゃ中身も強度も違うだろうし、言葉で説明できるもんじゃねえんだけどな。仕掛けも駆動も詠唱もしてねえぞ。アーティファクトに頼ってるわけでもねえ。ただ俺は念じれば炎を出せる、それだけだ。まあそうだな。一切の原因もプロセスもなしに結果だけを引き出す能力、お前も持ってるんだろ。そういうことだ。それができるやつは大抵混じっているもんだ。教会の聖魂とも違う異質の何かが肉体そのものに。お前はごく一部みたいだが、なるほど、そこか。ま、それがなんでいつどこで混じったのか俺も知ったこっちゃない。これ以上は答えられねえぞ。そりゃ良かったなと言うべきか。そんじゃもういいな。
状況把握。パンタグリエル管内、貴賓区画の一室と認識。意識断絶より9時間経過。リーン・シュバルツァ、どうしてここに。記憶が改ざんされていなければ、ここは私に割り当てられた部屋のはずですが。つまり侵入者ですね、クラウソラス。問答無用です。それでは、不埒な目的で部屋に入ったわけではないと。では偶然魔が差して行為に及ぼうとしたと。冗談です。私に害意があって近づけば、クラウソラスが迎撃していたでしょうから。それは構いませんが、私に話があったわけでもなさそうですね。1つ目の問いについては、そう命じられたからです。クラウソラスについては機密事項にあたるためお答えで。そして最後の問いは、定義が曖昧すぎるかと。私が本来所属する場所です。現在はそこから貴族連合に貸与された身分になります。あなたが貴族連合に加わらない限り、開示可能な情報はそこまでです。